おはよん今日も元気ですか <laughs> おはよう十0巻目が充血してる寝起きのためおはようおはようおはよううん <laughs> おぱいよう。おかいちゃんと一緒におはーようすっぴん風じゃなくてガチすっぴんですもう何もメイクしてないリップぐらい塗った方が良かったかしら ここら辺にさっき跡がついてたんだけど今もついてるけど多分ちょっとはい済んだとわかりづらいなしんちゃんいるけどどこいったあいたしんちゃん見たいってしんちゃんのことしんちゃんどっか行っちゃったあっちに <laughs> しんちゃんどっか行っちゃったよカエルが強く犬がふがふが言ってると なんかカエル飼ってるとか豚飼ってるって <laughs> よくコメントで言われるけど犬です <laughs> はいちょっと寝起きすぎてちょっと何喋ったらいいかわかんないんですけどカ <laughs> イちゃんはね今お膝にいたけどあっちで遊び始めちゃった <laughs> ねワンちゃんね久しぶりに「誰々見たかった」って言ってくれてる人いるけど。 基本犬自由だからねなんか近くに来たらまた紹介するね目線が定まらない陰キャ感がリアルマジ定まってない,い多分あの床にいる犬とか見てるからだよって必死の <laughs> 必死の言い訳をしてみるう <laughs> んでもちょっと目が赤いですねまいっかはいというわけで皆さんおはようございます鼻がブズブズするごめん はい、真夜、ああ、な、鼻つまんだら鼻が赤くなっちゃった。はい、おはようございます。リアル、おはようございます。はい、ええー、にの紫色担当。キスミンこと、あ、まあ、キスミです。ちょっとめっちゃすっぴん。そう、今日本日はちょっとエでも。言ったんですけど。シクラチュケを今日ずっとやってまして。 ちょっと休憩しようと思ってゴロゴロしてたら寝ちゃっててさっき起きてであやばいもうこんな時間だと思って今日「おくゆい」が1200日配信だということで時間かぶらないように2人で相談したんですけどちょっとおくゆい待ってる間ちょっと寝ちゃおっかなーって思ってゴロゴロしてたら寝ちゃったごめんなさいで寝起きで、えー、今日は一日別に何も。 してないのですっぴんで髪ボッサボサで過ごしてて箸の時ちょっとお化粧しておしゃれしようかなって思ってたんだけどその通り寝ちゃってたということで <laughs> 結局ちょ前髪だけねもう壊滅的にボッサボサだったからちょっとドライヤーしたんですけど髪の毛前髪伸びてきちゃったからこんな感じでちょっと分けて眉毛もボサボサです。 クチ頑張ってたよ頑張ってるんだけどさ終わらなくてすいません笑いやれながら言う話じゃないんですよ終わらなくてちょっとあの延長戦に入ります <laughs> すいません声がまだ本調子じゃなくてガラガラ声なのもごめんこれは寝起きじゃない声はこれ寝起きだからとかじゃなくて <laughs> まだ本調子じゃないけどでもよくなってはきて。 だんだん費用、うんなんていうのこうやっぱ日通が経つにつれて体調も良くなってきておかげさまで一応ギリギリ芸人なんですよ私マジです期限ギリギリ芸人すぎてちょっと頑張りますね、まあ、明日とかも一日中できるんで一日中やって終わったら 一応もスライディングトゲ座で提出しに行くという感じですかねはいまあちょっと皆さんのあの手元にちゃんと期限内に届くようにねそれはちゃんとするのであの運営さんにはスライディングトゲ座します <laughs> <laughs>、はい、<coughs> というわけでですね まあそんな感じの一日を送っておりました今日ちょっとグラグラ配信かもしれないごめんまあちょっと毎日配信してるとこういう日もあるかもしれないんですけどちょっと許してください本当に自分ボズボラな女すぎてねもう休みとか2連休とかあったりするとマジで何もしないお化粧しない ってなななるるとさ、お風呂入る意味なくない家出てないじゃんっていうなんかお風呂入らなかったりとか普通にしちゃうぐらいズボラな女なのでちょっとそういう生活が足りま見えてしまうかもしれないんですけど <laughs> ちゃんとねあの寝ちゃったら寝ちゃったってちゃんと起きたらしっかり配信するから起きてる人は是非見てくださいいいわかかるいるる人お風呂入らなななってなるとさなんかすごい。 やばっていう,そうあその最近お風呂キャンセルなん,かなんだっけキャンセル界隈ななんて言うんだっけお風呂,風呂キャンセル界隈みたいなのが流行ってるらしくて <laughs> そう, <laughs> そうマジで私お風呂キャンセル界隈なんですよお風呂はね好き別に嫌いじゃないんですけど <laughs> なんか筋肉とかやっぱダンスとかやってると 筋肉疲労してるなーみたいな, <laughs> なんかもうみんなで言うとダンスしてない人で言うとディズニーとか行ったりとかした帰りとかなんかすごい足がさパンパンになった経験とかないですかそういうようなそれなんかすごい多分張ってる状態だと思うんだけどそういう時 なんかお風呂温まったりすると筋肉の緊張とかほぐれたりとかああいいい湯だなななってなるじゃないですか、まあ、そういうのとかすごい私好きだから入浴剤とかも好きだしなんか好きな入浴剤入れてお風呂でしっかり目に温まってっていうお風呂自体は別に好きなんですけど。<laughs> でも別に一日何もしてなくて外にも出てないから別に外気にも触れてないし化粧してたら化粧落として顔洗わなきゃいけないけどってなるけど別に何もしてなきゃってさ髪の毛でスプレーとかなんかね整髪料とかつけてなかったらお風呂なんかね誰が一日に1回入るっていうルール決め誰か決めた <laughs> ねえ別に決めてないじゃ一日っていう概念もさ別に <laughs> 朝が来て夜が来てっていうから大体みんな <laughs> 同じスパンで入ってるだけで別にそのね人それぞれそういうお風呂一日入るみたいなやつも違うし。<laughs> っていうちょっと風呂キャンセル界隈ガチ勢みたいなこと言っちゃってんだけど。 結構ガチで,ですたまにメンバーで言うとトウミちゃんとかも同じような傾向があるタイプなので休み明けのレッスンの日とかさすがにライブとかみんなの前に出る時は寝癖とかもあるんでお風呂入っちゃった方が楽だったりするから <laughs> でも本人も言ってるじゃんよく。 そうだから休み明けのレッスンとか「いやあの告白します今日昨夜お風呂入ってません」っていう告白から2人で始まる時がある「あやっぱいや入ってないと思ったんだよねきすみは」とか「いやとみちゃんも入ってないと思ってたわ」みたいな時がたまにある。<laughs> あとはなんか遠征とか行ってる時2人一緒の部屋なんですよ天羽部屋なんですけどいや本当に今日ちょっと筋肉疲労やばいよねっていう時は「明日でいっか」って言って2人でそのまんま寝ちゃう時もある。さすがに遠征で泊まるっってなったら ほとんどが次の日もライブなのでお風呂入らないってことはしないんだけどまあ朝でいいよねって言ってそのまま寝ちゃったりとか結構ズボラズボボララチームですね <laughs> 朝入入るるよよそれは絶対入るよだって大体遠征ってライブライブって2日連続であったりとかしてでその泊まるみたいなのが多いから。 まあだからさすがに汗かいてお風呂入らず次の日を迎えてまたみんなの前にっていうことはしないけどで <laughs> 今日は人を巻き込んだ俺のズボラ事情を話してみましたなんか涙目になってきちゃったなんか鼻がムズムズするんだよね 最近花粉とかじゃないじゃん今って花花粉粉の時期ですか,か花粉じゃないんだけど私花粉症じゃないから <laughs> そう黄砂とかの影響じゃないってで、ね、んかマネージャーさんとかも言ってたりとかしてんだけどめっちゃ穴がムズムズするんだよ <laughs> でいつもは。 これが相棒なんですけどこの話昨日もしたよねナザールっていう点鼻薬がなきゃ点鼻薬中毒でこれをやってるから逆に鼻が詰まるっていうこれをやんなきゃ鼻が開かないみたいなやつなんだけどだこれいくらしてもなんかずっと鼻詰まるし鼻むずむずしてくしゃみ止まらなくなったりとかあそう横浜でライブすんの コメントありがとうそう横浜ライブのお話ラストにするね <laughs> いや,いや本当にね私自分で言っててちょっとまた話が飛ぶんだけどこの一寝起きの脳だからはしゃべりたいことが次々に出てきて <laughs> 前の話キャンセル界隈みたいになってるんだけど <laughs> そ昨日 X で私が配信に対してポストしたの、まあ、見てくれた方も多分いると思うんですけどどんなポストをしたかっていうと配信ススタイルに対しててポストをさせいいただいただんですよ <coughs> なんかちょっと長文で <laughs> まあ毎日配信ねまたやりだしたということで再度皆さんにお伝えしておきますっていうような。<coughs> 感じであの、まあ、基本的にコメントの全読みとかあの皆さんのアカウントの個人名を読んだりとかあとプ送ってくれたプレゼントの,あの方の名前を呼ばなかったりとかちゃん読みとかもうしない配信です理由はあの、まあ、ちょっとあのなんだっけあそう。 誰を誰の名前を呼んで自分呼ばれなかったとかするつもりなかったりするのになんかそういう誤解を生んでしまったりとかっていうトラブルがないためとプレゼント系に関しては、まあ、自分のこうアピールとか自分だけが持てるチャンネル自分が自由に持てるチャンネルっていう感じで、まあ、テレビとかそんなような感じでなんだろう自分アピールして。 自分を知ってもらうための配信だと思ってるので、まあ、あまり課金とかそういうの考えずにあの自由にね見るだけ見てほしいなって見てもらえるだけでありがたいよっていう理由ですっていうことをツイートしたんですけど自分で言っててあコメント見てるよちゃんとコメントこう流れでそれはもちろん見てるコメントあってこその配信だから。 <laughs> あのみんなのコメントねこう、まあ、ちょっと全部読めないし全部読めて声に出して全部読めないしあの、まあ、ちょっとあれだけどみんなの反応を見て「あこの話受けてよかった」とか <laughs>「受けてよかった」とか「あこういう話するとこういう反応が来るんだな」とか、まあ。たまにそそれこそあのポストも ポストでも言ったんだけどあのな今日何を話す今日話題どうしようかなって時とかさっきで言ったら「それこそ宿題時期終わったの?」とか <laughs> そういうコメントとか拾ってあこのコメントの話題で今日話そっかなってみんなのコメント見てあの話をねこう始めたりとかっていうのももちろんあるので。<coughs> それはもちろんん皆さんのコメント見てますよ <laughs> だし、まあ、名前は呼んだりしないけど基本的にあのあこの人いつも来てくれてんなとかこの人いつもコメントしてくれるなっていうので名前もあの覚えたりとかするしそれこそ前に毎日配信してた時とか。<laughs> 初めましていつもショールームで何々ってコメントしてるんですけど「まわ、あ、かんないですよね」みたいな「はじめまして」の人が来てくれて「あその名前見たことあるショールームで見たことある」とかあるしねあまだね生誕チケットの初動っていうのかな第一歩まだ来てないです <laughs> そうまあ、だからそこら辺はコメント見てるし安心してください <laughs> 何を安心か分かんないけど <laughs> はいあチステーションゲームもねやるねこの寝起きでちょっとブスっぴんじゃない時に <laughs> 聞いてないのかってなんか自分から聞きづらいよなんかそれだったらだってもうちょっとさ毎日配信して、まあ、8月までこうもうちょっと動かしてから 第一歩を聞いた方が精神的にも安心するかなとか自分的にも自分でいろいろ考えちゃっててごめんね聞くっていう勇気に至らなかった <coughs> <coughs> はい <laughs> ああ栄養のご飯の話あれめっちゃありがとうございますすごいリプ来てて嬉しかったです <coughs> なんか それもであの体調を良くするためになんか栄養あるご飯なんか教えてくださいっていうようなポストしたんですけど300件以上ぐらいのリプライが来ててすごい皆さんめっちゃ考えてくれてんだなとかすごい持病のこととか考慮しながら答えてくれてる方もいらっしゃったりとか <laughs> ありがとうございます。<laughs> でもなんかこうとろろ系とかあんまり嫌いではないんだけどなんか自分で選んで食べたりとかしてなかったから食べてみようかなとか <laughs> いやなんかうちのママも看護師で詳しいんだけどなんかこんなこと言ったら怒られるけど料理が得意っていうわけでもないので。 まあ、みんなの意見とか聞いてこれ食べてみたいって言ったら言ったりできるしああとは自分でなんかあのこういうの買ってこようかなとか <coughs> そういうのもできるかなって,って <laughs> だって私がとろろ食べたいって言ってさ一家の食事がとろろになったらなかなかなんか事件じゃない <laughs> 私が野菜ちょっと食べれないって言って野菜がな食卓がなかったら事件じゃん最近あれなんだよねなんか昔まではまだ私も幼かったからじゃあ何だろう牛丼牛丼今日の夜ご飯牛丼ですって言ってママが牛丼作るじゃんだった時牛丼って玉ねぎ入ってるじゃんで玉ねぎが入ってる 牛丼のこう作ってるやつと私があのなんだろう野菜食べれないから玉ねぎを抜いてる抜いたバージョンで野菜入ってないバージョンで作ってくれてるあのやつ分かってくれてたんですよ作る過程で。だけどそれがもういい年だからって言ってやってくれなくなっちゃったから。 そうあねたまにここ通る何でしか何でしかまた甘えん坊ちゃんがお膝に来た <laughs> まあそうあもでもちょっとね野菜が食べれたらいいんだけど, <laughs> 玉ねぎどう玉えどういうこと あの分,けうん、分けなくなった玉ねぎってこともうそういう時はもう分けなくなったりとかしたら別に野菜の味が苦手ってわけじゃないんですよ、まあ、だから野菜ジュースとか飲めるし玉ねぎスープなんて言うんだろうコンコン,じゃないコンソメスープとか玉ねぎ入ってるじゃん。そういうのとかであ玉ねぎの物体がなければ別に味は平気なのでそういう時は。 丁寧に玉ねぎをもう予想時点で取り除いてお肉だけ入れた状態ですね何ですか <laughs> はい食感がそうなの食感なのかなちょっとやめて手で遊ばないで興奮しないで犬静粛に <laughs> <laughs> ちょっとせ喘息がたまに出るけどうんちょっとやめてもうちょっとちょっと手この辺にしとこうと手で遊ぶんだよね手で遊ぶだして興奮するんだよちょっと撫でたら興奮し始める <laughs> すりおろした野菜もやだ無理なんですちょっと手ここにしとくわ一人を撫でると俺もおおってやつがね 来るからもやしもやだああね野菜嫌いな人で味がダメ系な人ももちろんねいらっしゃるよね人それぞれなんだよねなんか難しいもんなんか野菜食べれないっていうのを説明すんのなんか今日ほんとグダグダ配信でごめん別になんか何という話題でもなく <laughs> ケチャップは全然余裕 だってケチャップなんてあんなトマトじゃなくてなんかソースじゃん <laughs> でちょっと私のこう変色の話で今日は前,前説終わりにしたいんだけど <coughs> そう日常会話だよねただのこれ寝起きの日常会話そうじゃあ最近ね私のことを知ってくれた 方もいららっしゃると思うからラーメン乗ってるのもダメあから物体ダメなんだよ物体とんかつソースはいけるよ全然、まあ、だから物体がなきゃいけないの物体分かりやすいでしょ私は分かりやすいと思う結構で最後私がの変色の話をして終わりたいと思います、まあ、ちょっと私を知る一つのなんかきっかけとして <laughs> <laughs> ごめん話が長くなっちゃったね話し出すと止まらなくて今日とか特にチェキずっと書いてて人と会話してないからあんまりみんなと喋ってるのがなんかおしゃべりになっちゃった <laughs> 犬としか会話してないそう私そう、えー、今話してたように野菜が食べれないのとあとそう水とか お茶が苦手なんですよね飲めないわけじゃないんですけどこうちょっとあんまりこう味がない味がないって言ったらお茶の会社の方とかに失礼だから言い方変えるとなんか甘くないやつがちょっと苦手でしっかり甘党なんですよだからもうお茶飲めるっちゃ飲めるだからほんとお茶しかない時とかはお茶でお茶飲んだりとか。 なんかお茶でお薬飲んだりとか全然するんだけど <coughs> 飲めないわけじゃないお水もお茶もだけど苦手なんですよねなんか水とかお茶で喉の渇きを潤そうとしてもいくら飲んでもなんか喉が渇いた状況になっちゃうっていうか,なんか同じ人いるのかわかんないんだけどね あカフェオレもねあの飲めるようになってまあちょっとお砂糖とか入れなきゃだけどそうあそう味ないの嫌いって言ってた人他にいたそう乳酸菌飲料とかが特に好きで <laughs> あそうそうだからカルピスなのかっていうコメントあるけどそうなんですよなんかステージドリンクとかステージのクドリンクとか私だけ真っ白な時あるんですよ真っ白な時っていうかほとんどそうなんですけど。 皆さんあのスタッフさんとかが買ってきてくれるのがもうそんな感じなのでカルピスとか乳酸菌系のやつとか、まあ、あと普通にフルーツジュースとかも好きなんだけどそう水とかお茶が苦手だからでも例外があってラーメンとかその味濃い汁かな汁のものと水はいけるんですよ。それはなんか しょっぱさを水で緩和してさらに美味しくするっていう意味ではいけるんですよね水はだけどその「喉を渇いた」って言って飲むやつは本当に味がないとダメなのでジュースとか飲んでます <laughs>、はい、あと炭酸も苦手なんですね炭酸も炭酸は 飲むと、なんかほっぺの内側とか喉がパチパチして、めっちゃ痛いから。炭酸飲めないんですよ。<laughs> カレーの時はジュース。<laughs> コーラとかも無理。炭酸無理。だから、なんで私が、お酒もそう飲めないんですけど、まあ体質的にも。なんか飲め、飲めないっていうか、多分そのアルコールを分解する。ものが少ない体だと思うので、すぐ赤くなっちゃうんだけど。 気持ちち悪くなっちゃうからお酒は飲めないんですけど飲みやすいお酒って大体多分分かんないけどお酒始めてほろ酔いとかなんかそういう炭酸のサワー系とかなんかそういうのから多分みんな始めるんじゃないかなって勝手に思ってるんだけどだから炭酸が苦手だから飲みやすいお酒すら炭酸っていう理由で飲めなくてでスタートラインに。 立つことすら私は許されなくてだからもう、まあ、カルアミルクとかなんだっけカシスオレンジとかは炭酸じゃないし味も甘いからもう飲めるっちゃ飲めるけどそれだったらオレンジジュースでいいじゃんとかコーヒー牛乳でいいじゃんってなんか飲むと気持ち悪くなっちゃうから。っていう感じかなはい。 っていう俺でしたじゃ寝起きに俺の好き嫌い話をしちゃってつまんない人からしたらつまんないですねごめんなさいねちょ自己紹介だと思って <laughs> JJ は ?JJ って何ジュースジュース <laughs> <laughs> はいというわけでですねなぜ私が毎日配信をまたこうして始めたかという理由である 生誕祭の告知をして今日もそろそろ終わりにしたいと思いますなんか寝起きかわかんないけど頭が痛くなってきた <laughs> 急に喋りだしたからかな寝起きで鼻もずっとむずむずするし,し <laughs> はい私のね山浮すみ生誕祭が今年の8月11日「はいー」で覚えてください ちゃんみたいな感じで芸人に <laughs> はい」で覚えてください。8月11日にに、えー、横浜にて開催されます、はい、でまあなんかちょっとねまだま迷っててどれぐらいのボリュームで毎回話していけばいいかって、まあ、全部が全部こう全部の配信が「絶プ横浜への思い」みたいな配信になっちゃうとなんかこう。 もちろんいつもね見てくださってる方は集客のためだからって言って応援してくれると思うんだけどこの規模の会場になってくると、まあ、ほんのりきすみのこと知ってるけどまだよく分かってないなって方とかにこうちょっと雑談みたいな感じで面白く見てもらった後に急に語りだしちゃうと毎回しかも同じ感じでねなんかもう聞いたよみたいな感じだと。 なんかあんま面白くなないのかなと思ってスパン的には、まあ、1週間に1回ぐらいあのこの毎日配信を始める時にも語ったようなあの生誕の思いとかっていうのをそうあの話したりとかしてあとは毎回もちろんだけどあの告知を最後にお話の雑談の最後に話してっていう感じの。 スタイルにしてこっかななんて思っております。まあとは近いうちに改めてこうショールームの最初のね方の配信で言ったようなあの思いみたいなのを文章に起こしてあの X とかに長文で載せようかなとも思っているので <laughs>。 というわけで <laughs>、ね、プール撮影会とかもね6月末あるからそういう話もねお用意してったらいいかなって思ってます。<laughs> はい、というわけでそう8月11日に、えー、私天空海生誕が絶風横浜にいて開催されます。はい、こちらですねあの今ちょっとお話ちらっとした通り2000人規模の、えー、過去最大規模の グループ単独としても最大規模の,あの会場となっておりまして、まあ、どう満員にしようっていうので試行錯誤中でそれで始めたのが毎日配信という感じですその一つが <laughs> はいそれでですね、まあ、2,000人必ず満員にして当日はねそのニー,ニーとして あのまあ、ワンマンという気持ちでね私挑んでますので、まあ、2位にこの規模の会場埋められるんやっていう大人たちをねびっくりさせて、まあ、この会場を設定してもらえてるのも期待してもらえてるっていうところで多分やってくれてるとは思うんだけど半分ぐらい絶対にこのぐらいの規模の会場2位にどう ななるのかなっていう多分今後の何ていう言い方したらいいんだろう誤解を生まないような言い方が難しいんだけど、まあ、今後の方針とか、まあ、大きい会場でやるのがね全てじゃないっていう考え方の方ももちろんいらっしゃると思うのでそのねライブ感っていうのを大事にこうお客さんと近い距離での会場の方が大事だなっていう多分スタッフさんとかもいらっしゃると思う中で。 ニーニーはどういうあの今後方向性で行った方がいいのかなっていうのの多分資料の大きな一つになると思っていて私はもちろんそういう考え方でいうとどっちかっていうともちろん大きい会場をどん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 埋めていけるようなアイドルになっていくのが夢なので <laughs> <そう> <laughs> 夢なのであのもちろん他のメンバーもそう思ってると思うんですけど。 なのであのであ今回ねこのゼップ横浜必ず埋めて2に大きい会場でもあの同じ熱量のライブができるそして、まあ、何よりねこの規模の会場を埋められるっていうのを証明してあのまあ今後の方針決めていく際の大きなねあの一歩に一歩というかなんて言うんだろうにしていきたいと思ってますのでこの日は。そう 見せつけてやりましょうってコメントがあるんですけど見せつけたいですね、ま、だし、まあ、今大人って言い方したんですけど大人の人たちももちろんそうなんだけど、まあ、周りでこう X とかで見てる「あの、えー、天樹すみ生誕ップ横浜でやるんだ」「ーん」みたいな「<laughs> 埋められないっしょ」ってきっと思われてる方もたくさんいると思うので。 そうういった人た人ちをわって驚かせられるようなね一丁ここで結果を皆さんと一緒に残したいなって本気で思っているという感じでございます。<laughs> はい、なので是非ねこの8月11日お友達とか親戚一同とか。 あの連れて来ていいいたただけたら嬉しいなって思います、まあ、みんなの、ね、力を借りなきゃいけないのはもちろんなんですけど、まあ、自分自身でもこの夏までに少しでもね、あのーまあ、キスミンのこと好きになったとか配信見てちょっと行こうかなって思ったとかそういう人たちはねどん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 取り込めていけたらなって思ってますのではいすごいすっぴんブース自分ちょっと、ね、自分の顔見てるの嫌になってきた。 見どころとしましてはあのもう本当にほぼもうドレスみたいなぐらいででも自分のキャラクターだったり個性っていうのをすごく盛り込んでもらってるデザインの最強の衣装を作ってもらってるっていうのが一つと。 あと他のメンバーに関しても私の過去の生誕衣装をね着てもらう予定ですのででこの間ミダクジで決めてすごいねなんか結構意外な組み合わせになったのでそちらも楽しみにしていてほしいなって「<laughs> 紅白」なら過ごすぐらいの期待それはもうなんかなん,なんて言うんだろう吊り下げるの必要じゃない衣装ってよりか <laughs>。はい あのメンバーもね楽しみにしていてほしいっていうのがもう一つと <laughs> あとさっきも言ったけどグループで、えー、グループでまだ経験したことのない一番ね大きな会場なので一応ねあのここでニンニのすごさを見せつけたいぜっていうので大きな会場でやるよっていうことがもう一つと <laughs> あともう一つは、えー、カメラ席という、えー、あんまりねあのニンニでは珍しい お席を用意しております。なのでライブあんまり興味ないけど撮影できるなら行ってみようかななんていう方とかいらっしゃったらぜひカメラ席の方で、えー、お越しいただけたらなって思ってます。はいフシラストにありがとうコメントでも言ってくれてる。私ピアノをねずっと習ってるんです習ってたんですけどこのピアノの弾き語りをににに入って初皆さんの前でえ披露したいなって思ってますで。その弾き語りする曲なんですけども。 あの初めてアイドル人生11年初めて作ってもらう初ソロオリジナル曲こちらね初めて作ってもらうソロ曲なのでこちらもね生演奏で当日披露させていただきますので、えー、ぜひ聴きに来てくれたら嬉しいです、ね、そう日曜日っていうのもポイントだねレッちゃんやめてレレやめてそこやめてレッちゃんはいというわけでね 皆さんぜひ見どころがたくさんのアマーキスミ生誕8月11日ゼップ横浜チケット発売中ですお越しいただけたら嬉しいですよろしくお願いします <laughs> はいという感じでちょうど30分ぐらいかな今日はね寝起きでちょっとすっぴん神ぼさで失礼いたしました またちょっとおしゃれしてねコスプレとかしてやる日とかも設定してね面白い配信にしていけたらなっていう風に思ってますのでそちらもルームフォローなどして待っててくれたら嬉しいですよろしくお願いしますはい今日は本当にすっぴんでブスでごめんなさいでした <laughs> 遅い時間まで付き合ってくれてありがとう今日のあ40分やってたあら <laughs> いつも通りかはい今日のラグキーワードはじゃあ うーん「炭酸苦手」でお願いしますそれでは皆さんゆっくり休んでいい夢見てくださいおやすみー <laughs> うるゃえさあ和